東大生ですと伝えた時の都会と地方の反応の違い。東京、一応東大です。え、東大なんだ、すごいね。富山県、一応東大です。え、ちょっと待って、なんで言った、ちょっと飛び台、一応東大。うわ、死後、一応東大です。よし、天国。あの、すいません、僕埼玉商業学院工業大学なんです。はい、地獄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 。地元じゃ一番だった東大生あるある。今日からみんなと同じクラスなわけやけど、僕は富山中部高校っていう最高に良きな超進学校を卒業して、文系なのに出学オリンピック甲子園と北信越地区で表彰立てるから、まあ仲良くしてよ。まあ敬語は使ってほしいけどね。え、みんなはさ、どんな実績とかあるの？ゴール金メダルで、市免許と弁護士免許持ちです。クイズ王です。ハーバード落ちスベリオメリさんです。ヒューローリさん国士のものです。設立28物理5点です。皆さん頭いいっすね。え、これからもね、仲良くしてください。地方から出てきた東大生が教育格差を思い知らされる瞬間ランキング3位。ピデオ塾とか言ってた？え、塾って富山育英予備校しかこの世にはないんでしょ。いや、河合塾とか寸大とかヨゼミとか東ありすぎ。2位、こいつ中学からの付き合いでさ。へー、珍しいね。僕中学からの友達あんまりいないからさ。ああ、中高一貫だったから。え、中と一箱？何それ？ダメだこりゃ。1位、俺は開成、僕はラサール。私は桜蔭。みんな私立ってことは結構入ってからも頑張ってきたんだね。ああ、まあ都会だったら大体名門は私立だよ。え、私立って滑り止めじゃないの？まあ第一志望の人の方が多いかな。金持ちじゃん。女子が東大に受かった時の都会と地方の反応の違い。都会、お母さん東大受かったよ。ピルちゃんおめでとう、よく頑張ったね。地方、お母さん東大受かったよ。東京で一人暮らしとか危なくないけ。いつ富山帰ってくるが、ちゃんとこっちで就職しられ、大学院にはさすがにいかんよね。女の子やもんね、お嫁さん行けなくなるしね。おいババ、少し黙ってろ。地方の自称進学校と都会のガチ進学校の自由度の違いランキング3位。うわぁ、大学入ってバイト何するか楽しみだな。ピでバイトしたことないの？え、進学校は基本バイト禁止でしょ。バイトくらい普通させるで。いやーん。2位、いやー、また授業切っちゃった。え、授業切るって何？あー、必要台数とかよく調べて行かない授業決めるんだよ。え、高校の時やってなかった？え、授業って毎回出るものじゃないの？あはーん。1位、あー、やばい、遅刻遅刻。あの子学校行くのになんで私服なんだ？小学生にしては裸すぎるよな。いや、まあ、私服登校は当たり前でしょ。いやー